はい。始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも。よろしくお願いします。ういます。飽きられてもまだ。<laughs> ありがとうございます。もうね、この前北山さんがこれやったら、真顔でスルーされたからね。スーン、なんか見ない。ん <laughs> ですか、それっていう。知らないから、多分、単純に。はい。ということですね。<laughs> 今回も、梅君と私、この二人で映画の話をしていきたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ということですね。今年もですね、もう、ナウなネタを追い続けようということで,ですね。 韓国映画からやってきた、えー、これは航空バイオテロパニック映画、<laughs> 非常宣言について、今日は早速2人で感想、雑談会をしていきたいと思います。<laughs> よろしくお願いします。お願、はいします。まあ、えっ、ー、と、これが二千去年の映画なんだっけ、韓国で言うと。向こうだ、多分そうか。ね。で、うん、あの、もうこれは、まあ、俺ぐらいのレベルでも知っているですね、えー、ソン・ガンホさんとイ・ビョンホンさん。 このニダリスターが主演のええー、パニック映画であの監督はね俺がちょっと個人的にそんなにあの大好きな人何人いるか分かんないけどあのソンガンホさんの感想史っていうですねちょっとちょっとなんか癖がある映画やったうん、うん、あのハンジェリム監督ですかの最新作でございます。ね、ええー、上映時間がなんと最初ね俺なんかこういうパニック映画だからばあって言ってもう二時間二分ぐらいかなと思ったら。 驚きの2時間30分近くあったみたいな。意外に、意外にあるっていう <laughs> <laughs> あ。あれ、映画館のから見て、うん、あれ、なんで終わる時間こんな投げ、あの、遅いんだと思ってなかったみたいな感じ、ね、<laughs> そうなんですよね。そうそう,そう、まあ、まあ、とにかくね、まあ、もう横ばいでいっぱいこの好きな人はもう見てらっしゃると思うんですけど、まあ、一応、あの、えーと、飛行機の中に、えー、ともうこれ、致死性が高い、えっ、ー、と、あ,のうん、あれですね、ウイルスがばらまかれて、 であのみあの飛行機の中で密室の中で、えー、とバイオデロが起きてっていうような、うん、まあその飛行機の中の、えー、とじゃあ一体これから、まああれだよね、まず病あの感染してどうやったら誰が命をなくなるのかっていうのと、うん、もちろんそれがパイロットに感染したりとかしてるんで、うん、まあ誰が操縦するのかあと燃料が続くのかどうかあと着陸ができるかどうかっていうのが、うんまあ、いわゆる飛行機ものパニックの要素が全部上空のところで行われて、うん、で地上の方ではまたね 飛行機の中に奥さんが乗っているって設定で、孫悟保さんが、こちらが刑事ってことで、今度は地上の方で犯人、うん、あとウイルスは一体どこから来たかっていうのを、うん、まあ、こちらが一生懸命、もう、あの、えっ、ー、とも、もう、文字通り最後になると、血みどろになってですね、相ずり回って謎を、<laughs> 犯人と謎を追いながら、あのなんとか、あの飛行機に乗ってる奥さんとか、あの乗ってる人を助かるために、ここを奮闘するというですね、まあもう、あの、これを聞いただけで、もう枠解きするような内容でございます。<laughs> まあって、あ,<の>あれですよね、本当、ソン・ガンホンもイ・ビョンホンも、一人で看板張れるスターが、まず2人出てて、しかも内容がね、この航空バイオパニックものバイオパニックものですから。<laughs> これはまあ、ちょっとね、すごいよね。出るんだ、こういう映画っていう。<laughs> もう日本もね、まあ、なんかちょっと深刻なパニックものってのはちょくちょく作られますけど、うん、まあ、まあうん、言ってもしょうがないけど、やっぱりちょっとね。 もうちょっとこれまあもう作れないねこんな感じは日本では普通に見ながらこれは日本ではできないなっていうクオリティではやってますね,ねちゃんとねまああの本当にあのまあちょっとね、まあ、人によってはいろんな感想を持つかなとは思うんだけどまあだけど全然さっき「長い」ってちょっと言ったけど、うん、まあ最後まで別に退屈せずに見れた。 そういう意味では本当に要素盛りだくさんだし、えーとね、ちょっとまあそれが盛り込みすぎだって話もあるかもしれないけどまあまあ学びしないでよく詰め込めるなっていうのがあとあ々終わってみるからするとよくこの尺に収め込んだなっていうのも言える要素入れすぎなんだよ、本当にこれディズニープラスだったら6時間ぐらいの内容だからね,これねあのミニドラマシリーズになったらな。 だからあのちょっと長いってか思うのって、その一段落、一段落でもないから、ある程度の区切りがついたとこから、そっからこう、2点、3点みたいなのが続くから、そう,だね、そう。ここで終わってる はずなんだけど、そっからがまだもう、<laughs> もうちょっとあるんで。ねえ、これはもう随分何十年か前だったら、キーファーサザーランドがこうやって出てきて、次はどうするみたいな感じのね、<laughs> カウントダウンしてるような感じでちょだって言ってみればこれ、あの、そういうことやってないけど<う>もちろんこれは。時代が違うからね。<laughs> 全然、だってそのね、地上ではその孫悟法の刑事が、しかもこのあの、昔敵の刑事がですよ。<laughs> そ,うそ,うそ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 う。うん、もう、諸突猛進でその、 ね、事件の真相に迫っていくってていいくうね <laughs> <laughs> そ,そっちだけでも全然成立するだろうっていうぐらいのいまあさ、うん、ねあの、まあ、奥さんとソン・ガンホさんとあと娘が一人っていう設定か、うん、なんかそれで最初のところでさなんか自分のアパートマンションあま,あまあに日本で言ったンショ、うん、アパートの感覚だよね、うん、そこから隣の町内会なんかのパーティー見ながらソン・ガンホこうやって。 ああ、うるせえなーって言ってる。なんか俺、これはパラサイトかなんかなーみたいな感じの、ちょっと怖い感じが。<laughs> もうすでにあの、なんだろう、あらすじネットで見てるから、この人はまあ、いいものっていうかあれなんだけど、なんかもう最初ゾワッとしたよな。あの、なんか隣のパーティーを見てるソンガ顔みたいな,な、うん。あのー、その、キビキビしてないんですね。動きがそのなか、そんなもん。なんかもう眠たそうに、ぼんやりしたとしてるだけなんだけど、<laughs> なんか、それがもう怖いっていう。この人がもしかして、えおも、この人がもしかして犯人ですかみたいな感じで。 ただ,ただ元気がなないだけなんだけけんど <laughs> <laughs> まあそれでハワイ行くよってことを聞き流してんだけどまあ結局奥さんがその事件の渦中に巻き込まれてみたいな感じのね、うん、いやーだけどねまああのいろいろとあれだねあの面白かったんだけどなんか後半はなかなかちょっと好みが分かれる。 だからあのちょっと乗れる乗れないによって、うん、なんか細かいところ突っ込みたくなるところはちょっと、まあ、あったかな、うん、あのこれさ、あっ、すみません、これ、あの、ネタバレいきますんで、はい、あのこれからあの楽しみ、非常宣言って言ってる人が、<laughs> もし万が一いらっしゃったら、いないと思いますけど、<laughs> このチャンネルにはね、まあ、いらっしゃったらすみません、一回止めてみたら、また戻っててください、はい、これなんかね、これ言ってきますけど、まあ、そ,んなそんなトリッキーな映画でもないですけどね、これはそんなの。あのー <laughs> ま、この映画ね、結局あのー、ま、あもう今までの本当にあのー、ま、あエアポートシリーズとか大空港とか、いろんな航空パニックもの王道を全部ぶち抜いてきてるんで、ま、あ残りの燃料っていうのと、もちろんあの、今回、あのー、えっ、ー、とー、病原菌、あ、まあ、アサイラム系なしだったらいっぱいあるかな、バイオテロ系も多分いっぱいあると思うんだけど、まあ、あもちろん機長と、がまずぶっ倒れ ウケゲーってか、あの、もう、あの、なって、で、あの、そのバトンタッチした副操縦士の方も、もちろん、あの、この人、まあね、イ・ビョンホンと実は過去にいろいろ,いろい、なんか因縁があってみたいなところ、ドラマもあるんですけど、うん、もちろん彼も、えっ、ー、と、あの、いいとこまで行くんだけど、あとは任した、ウケゲーみたいな感じになりまして、<laughs> あの、まあ、最後は、あの、あるね、事故を、事故,事故を起こして、人がね、 命をなくしてしまったって事故がトラウマになって操縦ができなくなった名パイロットが実はっていうね <laughs> <laughs> ババーンって感じで最後本当にあのもう俺みたいな昔からパニック映画とかまあまあそういうのを見てるちょうどねブームになった時代でも生きてる人間だからもう,もうそれはもう本当にもうパターン通りやってるんですけどあの今回ねあのまあ全部見てるわけじゃないからあれだけど俺が今回新しいなと思ったのはえっと 副操縦士がね奥さんが実はそのイ・ビョンフンがやっているパイロットの時にやってた事故で、うん、奥さん、その副操縦士の奥さんが亡くなっちゃってて、うん、で、それがトラウマになってるんだけど、あのいよいよもうイ・ビョンフンが、もうこうやって副,副操縦士もう、うげげえみたいな感じで、もうこれはもう無理だ、みたいになったところで、<laughs> あのね、もうドキドキしながらイ・ビョンフン、こうやって俺が、あのちょっといよいよ操縦かを握って着陸をしなきゃいけないっていう時にですね、もうこれ、今だったら、 もう汗が出てドキドキして笑いできるのかできないのかみたいなところで、まあ、これ娘が一緒に乗ってるんで娘がお父さん頑張ってなのか、うん、あの客室添乗員の人があのバディあのなんかその一時的なバディになって2人でこうやって共同しながら間、うん、一髪キリキリーみたいな,これなんかギリギリ止まりましたみたいな感じかと思いきや今回斬新だと思ったのは。うん まああのね、昔起きた事故のことを思いながらガーッと操縦家に行いながら、うん、華麗なテクニックで実は俺。 言いたくなかったんだけど、俺の判断、間違ってなかったと思うんだよ、ぜひ。きらって言って、<laughs> 華麗に着陸を決めるっていう、これが今回、新しいところだよだかね。別にその素人じゃないからね、素人じゃないんだけど、今まではこうやって、どうなるんだ、みたいな。<laughs> まあ、これがあの、華麗にシュッて,っていけたのは米倉涼子だけなんだよね、今まで、何の問題もなく着陸させることができたんだから。今回、新しいのは、あのキレキレで、俺、<laughs> いけてるよなっていう顔をしながら、華麗にあの、<laughs> アクロバティックな着陸を決めて終わるっていうのがね、着陸。<laughs> これは斬新だなと思ったのがね。う そこまでにもいろいろ起きすぎてるから、<laughs> もうそこはもう普通に下ろそうよって判断でしょうね。<laughs> きっとね。最後、<laughs> 俺、あの時ね、あの、うん、なんかずっと実は悩んでたっていうことを一回何回も言ってるんだけど、途中でね、俺の判断は間違ったのか、もしくはあってたのか、みたいな。ね、だけど、最後は、にゃってなんかやるのかな。<laughs> <laughs> かっこいい、ビョンホンみたいな、うん。ちゃんとその、<laughs> あの奥さんね、死んじゃった副装獣士も、 私もその判断をししてまたたみたいな、ね、やだからねまあそういう意味でも、えー、とあれなんだよねあのまあもうちょっと新しめっても <laughs> もう56年前なんだけ、うん、ど先だけどまあ何だっけ,、まあ、だっけえっ、ー、とあれはハドソン川の奇跡だっけとかデンゼルの,あのフライトとか。 はい、あそこら辺のところの自分の判断が正しいのかどうかってことも、そこら辺も私の言って、さっきのエアポートとか大空港シリーズ、もう70年代ぐらいだっけな、うん、あそこらへんから、まあ、2000年代の最新の航空パニックも,も全部ちゃんとこれやってるんで、そこら辺、本当にすごいよ、だからね、これはねそこにバイオテロが入ってるんで、バイオテロが入ってくる <laughs> 者 が当然死ぬわけなんですけどそ,す、ね、そこの描写は僕らも最高でした、ね、ちゃんとああしかもねあのエコノミークラスのところにあ,の、まあ、あれだよねビジネスクラスのいいところの映画だからビジュアル的にあこいつは最初にやられるなっていうようなちょっと漢服のいい人が犯人がねあのもうあの今回、あれだよね三武監督のガンウーマンって映画がさ あの体の中に銃を仕込んで、うん、潜入して、それを自分で体の中から銃の部品を出して組み立てるっていうのがあるんだけど、あと、これ、ドベラの中でそのネタがあるんだけど、うん、今回は病原菌を、ね、金属探知機で見つからね体の中に病原菌の入ったカプセルをまず自分の体に埋め込むき所に。脇の辺りを切って中に入れて <laughs> で、それを出して、あの喘息用の,あの呼吸器をばらして、そこ、うん、に仕込んで、そこ,こそこから噴霧するっていうねで、トイレにね。 シュッ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 となんか散布してそであのえっ、ー、とその自分でこうやって埋め込んでいるところをイベオンホンの娘に見られるんだよな。うんうん、でそので、ね、れの地上のトイレで見られちゃう。どの飛行機ににするるかって決めとき この女の子になんか見つけられたからこの飛行機みたいなこれであのその飛行機が選ばれるということなんだけどまあそれをトイレの中にシュッシュッシュッってこって楽しそうにこうやってなんかあれですよ散歩した後にその女の子が入る入ろうとしたみてビオンがお前が最初の被害者かと思ってなんかもうまあ最初に死ぬからなと思ってこの飛行機にいる奴はみんな もう命を失うよみたいなことを言うんだけど、そこにさっき言ったね、うん、あの、どう考えても最初にコロッと言いっちゃいそうななんか、性格がちょっと悪そうな金持ちが、俺を先に。 ごめんなーって言うのバカボーンってなんかやったら <laughs> 最初にそいつがねあわわわってあの全身から血を吹き出してなく,くなっちゃうんだけど <laughs> なんか最初こうなんか,か体がかゆくなる,てる <laughs> かゆくなってなんか血が目から血出てるぞお前みたいな隣の客からこういう <laughs> うわどうしようどうしようってどんどんつけてくれーって言い<で><の>ながら飛行機の中をまばて、うん、最終的に チゲロ大量に入って、ここら辺まではもう本当にもう、なんだろう、俺たちが願ってる通りの展開だからね。ので、もうでどんどん広まっていって。 いろんな人か体が痒くなったりなんか発疹が出始めたりして <laughs> ああもう終わりだこの飛行機っていうもうやばい地獄の空気になってこれ、ね、最初に死ぬ客室添乗員の死ぬ様が一番怖かったっけどなんかあホッガーオホッガーってあの <laughs> CA さん女の方が最初に倒れて客室乗務員が、うん、もう本当にまあまあそういうところが 最初にねその金持ちのやつが、うん、まああの何だろうね、あれは、うん、なんだろう、ね、ほこり状のものにその菌をつけてウイルスをつけて散布たなみたいなしたでしたね、うん、ほこりが来たね、トイレだなみたいな感じで天井員がねあの、乗務員が調べたせいでその人が一番最初にね犠牲になるんだけど、うん、いやまあこれで本当にあのまあ犯人はねもうこれ、えっと、本当はこれで脅迫するのかと思いきやただ自分も。うん あのただただこうやってなんかみんな無様に亡くなっていくのを見ていたかっただけっていう異常に悪質最悪の一番, <laughs> 一番最悪のやつっていう理由<や>がほんにないっていう何も要求もなければ何もないまま先にしかも楽になるっていうしかもねあの <laughs> ウイルスに感染して <laughs> <laughs> お前死ぬのかよみたいな,なんか <laughs> 大惨事になる前に死にましたから <laughs> そこら辺のはしょり、まあ、あの犯人が動機も何もなくドラマも引っ張らないのもままあ まあ今時っていうか、まあ今さらそこにこだわってもしょうがないっていう感じなのがね、ノリとしてね,今ねまあな,いないわけじゃないんですけどね、一応、そこの至るまでの話はちゃんとそのガンホが追いかけるっていう、ちゃんとその辺を判明させていくわけですけど、だけどあそこらへんも、一応、なんか映画みたいな人間にドラマがあるという過程だったら、そうかもしれないぐらいな感じで、うん、実際のところはもう、もともとちょっと頭がおかしい人だったのかなみたいな感じのね。 いやまああのー、あとあれだよね、極めて韓国の映画って、やっぱ日本に対して風当たりが強い時多いおるじゃないですか、もう、とにかくもう、日本っていうのは、まあ、これ結局ねあの、ハワイに行くんだけど、途中でアメリカがもうこれ、もう着陸を拒否されて、仕方なくまた韓国に戻ってこなきゃいけない時に、燃料が少なくなってきたから、あの一番途中にあれば、成田、こうやって着陸しなきゃいけないという時に。 まあ結局、日本政府も着陸アームもこれはもう絶対にさせないってことで自衛隊機をね出動させこうやって威嚇射撃するぐらいまで拒絶するんだけどまああ本当にあのね昔、あのユリオンって潜水艦の映画があったじゃないあの時はね本当に日本にこうやってまあ実は韓国に隠密に作ったあの核を搭載した原子力潜水艦があってみたいな映画なんだけどまあその中で日本にもやって核ミサイル発射するかどうかっていう時に主人公がねあのまあ,頭あのま頭、あの クリムゾンタイドみたいに、もう撃っちゃえ撃っちゃえってやつに対して主人公をそれと止めようするんだけど、うん、その時ね、今は撃っちゃダメだみたいな、あの、<laughs> <laughs> そういう理由だったんだ <laughs> <は>、ね、<laughs> けど、昔はね。今じゃなかったら撃つのかみたいな感じの、すごいそういう時代があったんだけど、今回アメリカっていうね、まあまあもう、なんだろ、みんながまあそういうことするだろうねってことをやった後に、うん、日本がもう同じようなこと、右習いする。 ことやってでなおかつ、日本政府の公式の発表として、実はウイルスが、まあ、俺たちコロナの世界にまた生きてるからさ、変異するかもしれない。まあ、実はその時に、あの、まあ、抗ウイルス剤が実はありましたみたいなところも出てくるんだけど、うん、だけど、変異してるから、えっ、ー、と、これ確実にその、この薬が効くわけでもないんで、だから日本政府としては断りましたみたいなところで、そうそう非常に日本に対しても、 なんだろうなんか主人公側からするとこんな日本名と思いながらもちゃんと映画見てる人からするとちゃんと日本政府の判断もそれなりに妥当性があるってことをやりつつさらに同じ韓国の人たちも着陸するなーっていう人と、うん、いや自国でもなんな助けろっていうところもうなんかいやー韓国映画でこうやって日本なんてっていうことももう今やあもう日本が気を使われるような側になっちゃったなみたいなのがねなんか。<laughs> <laughs> <laughs> いや、でも、これさ、すごいのが、要するにもう、未知のウイルスでいっぱいになった飛行機を、誰も受け入れたくないっていうわけじゃないですか、着陸してどう,などうなるかも分かんないから、最終的にそのねその乗客のみんなが下した決断が、もう諦めようっていうね、着陸をしない、エン燃料が切れたところで墜落することを選ぶみたいなね。 あれはかそれを見て、同情心が芽生えるっていうか,なんか、うん、まあその時に実はねあのさっき言ったけど、孫ン・がね <laughs> あの抗ウイルス剤が効くかどうかが一番問題なっていうんだったら、<laughs> まああの問題になってるウイルスは実はもう特定されてるんで、それを自分であえて、うん、俺に撃てって,ってその研究していると、ぜひて、撃 <laughs> ってで、発症させて抗ウイルス剤を自分でまた撃って、<laughs> それが結果とかを自分の体を張って証明して、それでまあ最後。 着陸するっていう、ね、このね、この孫ンこのね、そのシーンがもう一番えぐいんですよね。<laughs> もう、マジで、もう、アウトブレイクの最後の変ですよね、あれ、本当。うね、もうったた、た分あれなんだよね、うん、そう。あとで、公聴会っていうか、あ <laughs> あの、まあそのまそ今回の事件を担当するまあ大臣が。 まあ厚生労働大臣なのかなわからないけど、ごめんなさい、うん、なんかそこがね、あの公聴会っていうかさ、ちょっと裁判的なところで、あの刑事があのウイルスの量を間違って打ったんじゃないかと思うけど、あれ、確実に損害保険が確実に発症するぐらい多くでって絶対言ったでしょ、自分 <laughs> <laughs> だってあの飛行機で感染してた人たち、あんなことになってなかったから <laughs> 最初の被害者ぐらいだよね、うん、あれぐらい、なんか、ず、うんうん、ズ,ズバババーって出したから。<laughs> <laughs> どんだけっったんだよってくらいそんな苦しんでたんでた、ね、だねまあね、まあ、だけど、あのー、ちょっとここからはね、あのー、なんだろうおも、楽しめたんだけど、少し後半のあれですね、ちょっと苦言なんだけど、なんか、燃料が何時間持つのかとか、うん、あと、ソン・ガンホが,んが、まあ後から、もうあのいよいよもう、韓国にも飛行機が戻ってくる途中で撃つわけですよ、なんか、もうこれやばいって言って。うん なんかその発症する時間は短くしてあるっていうことも説明されたんだけど飛行機の中に生きている人って、うん、まあ多分、映されてないけどどんどん亡くなる人は亡くなっているよ、うん、と思うんだけどなんか俺たちとしてはスクリーン上にも比較的あのなんだろう個人差があるからあの症状が軽い人とかもしくはあ,のあんまりあのもしかしたら抗体的なものがある人なのか、うん、あんまりかゆいぐらいで終わってる人が多いじゃないですか。 だからそこら辺の、ね、時間価格が最後にいくにしたかってよくわかんないんで、どのぐらいで感染するのか、あと、コロナが始まっちゃったから、なんとなく生半可な知識があるじゃん、なんか、うん、あの発症するまで時間が必要だとかさ、効果的だって言うけど、とねうん、それが別に、ね、なんだろう、すごくほゃ治ったっていうもんじゃないんじゃないかみたいなのを、ば、うん、漠然とした知識があるじゃん、なんか。 あの見てて、うん、あれ、成田にも燃料がないんだ、ビんビんビんってやって、服装受信が、うん、あとは頼むぞ、うぐぐってなったのに、あれ、なんでソウル、なんか韓国までちゃんと来てるんだみたいな、なんかさ、いろいろなんか飛行機ねあの、もう俺たちは着陸しないで、もうこのまま燃料が尽きるとかで、僕たちはもう自、らの判断で、みんなのためにもう命を投げ打ちますっていうからも、なんか、 結構飛行機の中では、もしかしたら、あの、蛍光音を切ってる設定なのかもしれないけど、すごい静かな感じで時間が流れて、うーん、みたいないたい、なんか、すごい見てるもそうか、ん、みたいな、なんか、これで落ちて終わりなのかな、さすが韓国映画って言ったところで、うん、最後はね、アクロバティックね、いけてるぜ、俺、ぴょーンとか、ねびするとこ、なんか、<laughs> うーん、なるほど、みたいな、なんかね、あの、で、うん、<laughs> なんか、 ちょっとね、そこら辺がなんかちょっと見てて、どういう、なんか結構すごいしっかりやってきてるじゃん、それまでは。そうそうそう。まあもちろん、あの、もっと詳しい人から言ったらパイロットとか、うん、その医療関係者からすると、いろいろ突っ込みどころは途中経過でもあると思うんだけど、うん、まあ、そこまでじゃない人に、ね、とっては結構ちゃんとやってるじゃないか、うん、段取り踏んで。うん、まあ。だからなんか、その、ウイルスパニックのスタートダッシュを決めちゃったもんだから、うん。途中のなんか、 その穏やかな時間がなんか妙に気になるっていうのは確かにありましたよね。ね最初に茂る入ったりとか、けいれんして和吹いたりとかあったから、まあ、多めに浴びちゃった人だっていうのはあるんですけどね、その二人っていうのは。うんうん、まあ、だけどなんかね、その、明確に言わなかったですもんね、その発症して、どれぐらいでとかそういう。なんかね、言わなかったんで。うん。孫元穂が、え、後から撃って、まあ多分相当撃ったと思うんだけど、なんかちょっと、 わかんないぁみたいな、その後付けで、で割とそう、なんか、意味深にその薬が入ってた、あのウイルスが入ってたボトルとかが転がってったりとかするんだけど、特にそのあと、誰もね、誰かがけっばして、証拠がなくなった後の問題になるかなと思ったら、へえーみたいな感じで、なんか、全部、最後は異病のほうが全部いいとこ持ってって終わりみたいなですね。 だけど、なんか退屈なけじゃなくて、こういうね、この後ろのシーンとか、途中て。すごいぐる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 。もう天地がどんどん、もう絶え間なくひっくり返るところすごいよねぐりんぐり回って、もう、百がドッカンドッカンって。まあ、思う。それをこうね、まだその時、正体を隠してる意味本が。 コスにこにう飛行機をギャッて作ったりとかね、<laughs> ギャーッとも持ち直すっていうそやることはこがすごい見応えはある。うん、まあやることはやってくれてるよね、だから本当に、うん、まあ飛行機のところはね、いやー、やっぱ日本でもこれからなんかあるのかもしれないけど、いやー、この緊迫感はちょっと出せないかもしれないね。ちゃんとお金かかってたじゃないですか、見てるとう 全然安っぽくなかったっていう。なかなかだから俺ね、あのー、最後ね、そのまああの孫権府は多分大量に打ったから、あの命は助かるんだけど、結局抗ウイルス剤も効くんだけど、結局あの後遺症が残ってるような感じの、うん、なんかもう人工呼吸器がないとちょっと、まあ車椅子乗ってもう多分あれだよね、もうあの体にちょっと麻痺が残っちゃってるぐらいの。 喋れないみたいな感じになってるんですよね、うん、もうね。なんかさ、うん、俺一瞬、あれなんだよね、なんかもうあの、たまにあるじゃん、なんかその、もうみんない、実はその後も命を失ったのに、<laughs> 霊界にいるような演出に最初見ちゃってた。あの、<laughs> しかなんか、最初にできた屋外パーティーみたいな感じをしながら、そこにあの、関係者がいっぱいいるみたいなところだったじゃん、なんか。はいはい、あの事件に関わった、その。 人たちが集まってパーティーしてるっていうね。だからさ、うん、俺さ、あれ、しかもなんかちょっとさ、あれ、なんか演出して少し白く飛ばしてる感じの露出多めの感じの絵だったんで、<laughs> 俺が見てるときには。で、俺もしかしたら、あの,あのカメラがふーってまたそんなんほうの方にね、<laughs> うん、あの、イビオンホンとかスクレンが、<laughs> うん あの、大丈夫ですかって、あの、孫悟悟の刑事に語りかけるんだけど、もしかして、カメラがプーとっとまた、どっか別の方向に車、カメラがパンして、バーって持ったら、実はもうこの、孫悟悟しかもういないみたいな状態で、実はみんなみたいな、なんか。孫悟悟悟には見えていたけど、っていう。かなぁと、ど、そういう、映画じゃなくて、そこで俺ドキドキして、これまさか、だけど、もうさ、あの、調子が良すぎるじゃん、最後のところが、本当に。 そうですねまずウイルスがまず特定されて、しかもそれは知識性は高いんだけど、一応、あれなんだよね、えー、とその研究のために持ち込められたものを毒性強くしてるんだけど、うん、実はその持ち込んだもともと企業のところで、まあ、一応そこであの抗ウイルス剤も作ってたっていうところで、うん、もうウイルスも、えー、と完全に未知じゃなくて、しかもそれに対して効くものがあったっていうところがあって。うん <laughs> なんかねそこら辺のところが多分どれぐらいこの非常宣言にの,のめり込んでるかどうかによってちょっとねなんかそれであのこれだけすごいもんだからいやもしかして最後バッドエンド韓国映画だしって思ってなんか着陸はできてたなんだけど実はもう助かった人はあの最後になんか何十人かもちろん最後生き残ってる人がいるんだけどもしかしたら実はもうほとんどの人はあのもうあの病院で入院中で。<laughs> その後実はもうあのなんとか打ったんだけど助かんなかったみたいなバッドエンドかと思ってなんかすごいドキドキし逆にだから僕はもう最後のその鮮やかなところは割とそのまま受け取って受け取ってたからがゆえに最後のその損願法の状態がそれはいいんじゃないか別にっていうそのもうあそこが多分俺俺が思ってた勝手な悪い予感が外れたから 多分あれがあの,あの世界中の中のご都合主義的なところのバランサーなんだろうね、あの、孫悟邦が後遺症残ってるってところがだから、いや、分かるよと思ってだからそこはもうさ、ちょっとまあ、後遺症が残ってる尊願邦が出てくるぐらいで。 よしとしようよっては僕は思っちゃったんですよ。そう,そう,そう,うん。うん、あれが多分あ、こんな、こんな状態のそんなのがさ、関係けて。思考 <laughs> いや、それはヘビーすぎるよと思って、ちょっと見たときから。<laughs> からあれはやっぱ韓国映画のやっぱ醍醐味だね、これはね。あの、やっぱり必ず痛い目に遭わなきゃいけないというのあの、<laughs> ハッピーエンドであったとしてもね。うん。 ちょっとね、かってきて俺はね、最後はさ、本当にあに結構、パパパぽンって、なんか、好都合のこと、どんどん起きるからさ、うん、まさか最後は、実は助からなかったみたいな、終わりかと思って、ほんとドキドキしちゃった、なんか俺は。そのエンドだったら、俺もうちょっと、しばらく立ち直るかもしれないですよね。で生にあるからね、<laughs> 実はもう、あの生きてると思ったら、実はみんな幽霊だったみたいな映画ね、あのはい、サバイバーとか、あと、うん、えっと、 いろんな同じタイトルのやつがいっぱいあるからちょっと主演女優さんの顔をなんか名前覚えてたからパッセンジャーパッセンジャーとかあるんですよ、なんか実は生き残りだと思ったら実はもう自分も死んでて幽霊だと思ったのが同じ飛行機に乗ってた乗客の幽霊だったみたいなそういういね実は自分もみたいなやつが結構あるんですよ、<laughs> 何本も映画が飛行機物とかでもだからそれかみたいな感じでドキドキしたら完全に俺のあの勝手なミスリードだった。それ ままあまあ,まあ,、まあ、まあだけどね、面白かったですよ、それなりにはちゃんと。うんうん、まあもう、まあ、満足したよね、これね。笑っちゃう、うん、突っ込みたくなるようなところもいっぱいあるんですよだからそれは別にあのいい意味で、ね、好意的な方向で。これはお約束的な突っ込みだから、やってくれたみたいな、やってくれたなみたいな感じのね。うん、そうだから結構、ね、出てくる登場人物がね、割とあのまと、あ、ほぼ前人なんで。 そうはね最終的には、ね、登場人物がそう悪人がほぼだその嫌な客とかはいますけど、うん、なんかその裏で何かを画策してるやつとかはいなくて結構みんなまあ納っにその事件を解決しようっていうのたちがいるから、うん、最後、ね <laughs> うん、だそこら辺もねちょっとな,なんかねちょっと途中で韓国映画これっていうぐらい気遣いを感じたんだよね <laughs> その最後のとこ日本に対してのケアだったりとか、うん 本当にあの、どうやってその、韓国の中でも着陸させることにして、コンセンサスを取るか、取れるかみたいなところも、うん、なんか気遣いをいっぱい感じちゃって、だから最後俺バッドエンドじゃないかと思っちゃったんだよね。<laughs> 最後の最後で。<laughs> <laughs> 実はそのうち5名ぐらいしか助かりませんでしたみたいな、なんかさ。<laughs> <laughs> 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 そのあの孫、うん、ガンホが見てる幽霊みたいなあの幻ビジョンだったみたいなのさ <laughs> 最後のほガーデニングパーティーでなんか実はそうそう実は誰もいなかった誰誰もいなかった <laughs> 最悪だよその終わり方したら太陽お父さんと娘が最後ね <laughs> あの孫ガンホと車椅子に押してって最後みたいなさ <laughs> いやなんかもう上からパンして戻ってきたら誰もいなくて <laughs> 画面の 左下かなんかにそんなのだけいてもそのままエンドロールが上がってくる感じ <laughs> <laughs> 地獄ってまあね、まあ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 、あのそんな感じでね、<laughs> いろんな楽しみ方もちょっとできるかもしれない。適当なエンディングを適当に言ってしまいましたけど。まあ、あの真面目です。真面目な映画なんでだから、くくうん、監督が真面目な人なんですよ、うん、きっとね。あと、まあ、ジャンル映画としての面白さもちゃんとやってるしね。うん うん、まあ、なんで、まあ、ちょっとね、二千二十三年一発目のザノイジの。ええー、新作のね、ちょっと紹介を、うん、はい、今回していました。いや、悪くない映画でした。はい。はいまあ、という感じで、ね、あの、こうやって日々、あの、ちま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 ,ちま、えー、頑張って更新しするチャンネルですので、ぜひ。チャンネルの登録と、えー、動画の高評価、何卒、よろしくお願いいたします。ますはい、とこで、梅君、どうも、ありがとうございました。皆さん、ご視聴、どうも。あ,<ー>ありがとうございました。また、よろしくお願いします。